渋谷、渋谷、渋谷、秀樹渋谷は、東京都渋谷区の地名。新宿、池袋と並ぶ三大副都心の一つであり、山手線のターミナル駅を中心とした繁華街が形成されている。若者の街として知られ、西部百貨店、東急百貨店、パルコ、109などのデパートや、専門店、飲食店などが立ち並ぶ。渋谷駅前には、中堅、 八甲の銅像があり、そのすぐ向かいは、スクランブル交差点となっている。かつては歩行者天国を行っていたが、2002年12月28日をもって廃止となった。渋谷は、街路が放射線上に広がり、さらに酒屋一方通行の小道が多いことから、道路拡張は困難で、それら諸般の事情により開発業者は敬遠し、結果として、新宿、 池袋に比べ外の発展が遅れを取ることとなった。1973年昭和48年に渋谷パルコが開店してから若者が多く集まるようになり、1975年昭和50年以降は新宿に代わる流行の発信地となった。新宿が甲州街道に沿って尾根筋に生まれた丘の上の町であるのに対し、渋谷は 武蔵野大地を侵食する渋谷川、小田谷片川、宇田川の合流地点に作られた谷底の町である。谷両川の勾配は大変厳しい。例えば、渋谷マークしては谷底に1階の出入り口があるが、谷上部では4階からも出入りができる。小田谷片川、渋谷川の上流部、宇田川はいずれも減損しない。かつては、両河川の下流であった渋谷川は源流を失い、 渋谷駅やや北の地下に始まる形になっており、そのため自然の水流はほとんどない。詳細については各川の項目を参照のこと。現在の行政区分では周辺に、代々木、神宮前、大館山町、青山、港区等の地域がある。一説に、渋谷の名は、平安時代末期から戦国時代にかけて、相模国高座郡の荘園であった渋谷荘。 現在の神奈川県山和市、渋谷及び小田急江ノ島線口座渋谷駅周辺を、本願とした武士の一族、渋谷市総家、相模渋谷市に由来する。神武平市秩父市の所流川崎市で、武蔵国南部に住していた、川崎重国は、王法年間、西暦1161年から1163年に、武蔵国江原軍から、 相模国口座軍渋谷総までを領有することとなり、渋谷総児と称した渋谷茂国。菅武平氏である茂国は、原平合戦では初め平家に味方し、自称四年八月二十三日、西暦1180年九月十四日の石橋山の戦いでも、平家法の大馬影地下に就いたが、源氏法の佐々木佐だつ兄弟らをかくまった縁で、要は元年八月。 西暦1181年9月から10月に、源の頼朝に下って、鎌倉政権下での所領を安堵され、その勢力範囲が確定した。この相模国渋谷という地名は、東鏡自称4年8月26日上に、茂国渋谷の館とあるのが、文献上の書室である。武蔵国渋谷は、本能やわたぐ旧別当時東福寺の宝永元年。 西暦1704年の名がある盆章、屈指定有形文化財に御霊勢天皇のみを、西暦1045年から1068年には、渋谷全体は谷聖章と呼ばれ七号に分かれていて、その一つが渋谷里という名だったという伝承が見える。渋谷思想家は戦国時代に北条氏綱に滅ぼされ、 その相模国、武蔵国の所領は後北条氏の支配下に置かれたが、支流である、薩摩渋谷氏の所流、東郷平八郎を輩出した、薩摩東郷氏などは、薩摩の有力一門として、平成現在も、名脈を保っている。今野八田宮の社殿も、渋谷氏由来を支持するものの、川崎氏が、渋谷氏を名乗る経緯については前期とはやや異なる説を、伝えている。 伝承によれば、秩父市の平竹綱が、あと三年の役の軍港で、武蔵国国政省の地と、川崎とさ守る元家の名を賜り、漢字六年正月十五日、西暦千九十二年二月十四日には、谷聖省に、八幡宮、現在の渋谷区近納八幡宮を誕生した。さらに、元家の子である、川崎茂家が、金利の族を退治した後で、堀川天皇から、 渋谷性を可視されて渋谷茂げとなり、八幡宮に渋谷城を築き居城した。前述の渋谷茂げには、茂げの子である畑山ケ図はずだが、社殿には現れない。代わりに、方言の乱や平治の乱、源平合戦の時代には、茂げの別の息子である渋谷根能丸上皇なる人物が活躍し、平治物語にも登場、この反伝説的英雄にあやかって、 近藤や渡具と呼ばれるようになったという。こちらの現象を採用すれば、時系列としては、相模国渋谷の方が、渋谷市に習って付けられたことになる。上記とは別に、渋谷市とは全く関係ないとする説もあり、新編武蔵風土気候では、塩谷の里が由来だとされている。江戸時代には、大仙街道、正式名は矢倉沢王冠。 現在の国道246号に、ほぼ一地沿いの集落として栄え、駅の西側にある、道玄坂上の縁山町は、宿場町、続く、明治時代には、花町となった。一方、谷底の部分には1885年、明治18年に、日本鉄道、その後は、日本国有鉄道、国鉄等を経て、 現在は、東日本旅客鉄道、JR 東日本により、山手線が開通し、1911年、明治44年にはその東側、都心方面よりに、東京市電が、1907年、明治40年には西側に、玉川電鉄、現、東急電園都市線が接続したことから、交通の結節点として発展していくこととなった。以後も1927年、 昭和2年に東京横浜電鉄、現、東急東横線。1933年、昭和8年に帝都電鉄、現、京王井の頭線。1938年、昭和13年に東京高速鉄道、現、東京メトロ、銀座線と次々に新線が開通し、ほんの少しずつではあるものの存在を広めていくこととなる。その中でも注目すべきことは、 五島慶太の率いる東京横浜電鉄が、小林十三率いる大阪の阪神急行電鉄、現、阪急電鉄の梅田駅の手法に習って、1934年、昭和9年にターミナルとなる渋谷駅に、東横百貨店、現、東急百貨店東横店東館を設けたことで、関東では、池上電気鉄道、現、東急池上線の五反田駅の白木屋、 1928年、東武鉄道、浅草雷門駅、現、浅草駅の松屋、1931年に続いて3番目、全国でも4番目となる、ターミナルデパートであった。それまで鉄道で、渋谷に来た後に、銀座、上の方面へ、市電やバスで向かっていた、東急沿線在住の客が、渋谷で買い物をするようになり、成功を収めた。 1932年、昭和7年には、東京市の拡大に伴い、豊玉郡渋谷町が東京市渋谷区となり、渋谷は東京中心部と南西部の接点としての役割をさらに強めた。第二次世界大戦、太平洋戦争末期の1945年、昭和20年5月25日、渋谷はアメリカ空軍による東京大空襲、山手大空襲に遭い、 渋谷駅と東横百貨店が全焼した。駅前の焼け跡には闇市が形成され、特に8月15日の日本降伏後は戦勝国の中華民国の国民となった在日台湾人の武装グループが台頭して、1946年、昭和21年には日本人暴力団や警察と衝突した渋谷事件も発生した。その後、東京都は闇市に集う。 露店省の整理に取り組み始めた。飲食店の露店や屋台は渋谷駅の北、山手線の東側線路沿いに集約され、1950年、昭和25年にノンベイ横丁が成立した。また、1948年、昭和23年には、戦時中の金属教室で姿を消した八構造が再設置され、以後は渋谷西口のシンボルとして広く親しまれた。 戦後、1950年代になると、渋谷での復興と新規開発が進んだ。その主導権は、東急電鉄にあり、1954年、昭和29年に、東急会館、旧、玉電ビル、現、東急百貨店東横店、西館、1957年、昭和32年に、東急文化会館、現、渋谷光へ、1965年、 昭和40年に渋谷東急ビル、現渋谷東急プラザ、1967年、昭和42年には東急百貨店本店が設けられ、東急の街として発展していくこととなった。1957年には東急の子会社が運営し、かつて渋谷駅西口で物品販売をしていた露店商を棚子とした渋谷地下街、渋地下が完成して、 駅前の様相は大きく変化した。だが、郊外の一ターミナル駅に過ぎなかった渋谷が、現在の地位を支中に収めることになるのは1975年、昭和50年以降であり、セゾングループ、当時は西武流通グループ系列の西武百貨店が1968年、昭和43年に渋谷へ進出したことを皮切りに、続く1973年、 昭和48年の渋谷パルコ開店によって今日の渋谷への布石となった。以後、東急都西部による開発競争が始まる。1970年代は若者の街、若者文化などの流行の発信地の大きな移動が始まり、若者文化の歴史を大きく変えた新宿渋谷。 この影響で渋谷だけではなく、渋谷区の中にある原宿を含めた渋谷区全体に大きな変化が訪れることになる。1970年頃までは、若者の街、若者文化の流行の発信地といえば、何と言っても、新宿だった。しかし、1973年、昭和48年に、渋谷でパルコの開店があり、日本における若者文化の歴史が大きく変化。 その流れは、新宿から渋谷、または原宿を含めた渋谷区全体へと移り変わっていった。特に、伊藤茂里作の美味しい生活などの斬新なキャッチコピーと、その根底にある、堤政治代表の理想主義的経営を展開した、セゾングループは、大衆文化の質自体を、消費文化へと大きく作り変え、渋谷はその拠点として、注目を浴びた。 などが次々に完成。東急は、通りの名前を、栄通りから、本店開業後、東急本店通りに変更、後年に、文化村通りへと変え、再開発も同時に進めることで、現在の街並みが形作られていった。区役所通りが、公園通りと名称が変わったのは、渋谷区役所が、パーキングメーターを廃止し、歩道幅を拡張のおきに、 区民から名称を募集し、公園通りと変更した。1966年、昭和41年4月1日に、それまでの渋谷区青葉町、美竹町、宮下町、上通り1丁目、道2丁目、中通り2丁目、道3丁目、並木町、近藤町、神宮通り1丁目、道2丁目、穏やかで2丁目、八幡田通り1丁目、道2丁目、常磐松町、 緑岡町の各一部が住居表示実施による町名変更により渋谷一丁目から四丁目が成立した。これらの地名は住所から消滅したが現在も宮下公園や備蓄公園、金納坂などの名前に町名が確認できる。東急電鉄、ついで西部百貨店、セゾンによる資本投下と競合により商業施設の立地が早くから進行した西口に対し 渋谷三丁目に設けられた新南改札新南口周辺の発展は違う形となった。1996年、平成8年、JR 東日本は最強線を延伸開業したが、用地の関係で従来の山手線ホームに横付けできず、渋谷駅での同線ホームは南側に離れた以前の山手貨物線駅ホーム跡地に設置された。 これにより JR は新南改札を設置し、2001年、平成13年には、同改札と一体となる、ホテルメッツ渋谷を開業した。従来、渋谷駅の東口から南東側、恵比寿駅方面に進む、この地域は、明治通りに沿って比較的低層のビルや商店が並び、それ以外は住宅地だったが、この新南改札設置により、利便性が向上し、 山手貨物線駅ホーム跡地を中心に、高層のオフィスビルが建設されて、業務利用地としての活用が進んだ。その後、埼京線渋谷駅には、湘南新宿ラインの運転や東京臨海、高速鉄道臨海線との直通運転も開始され、埼京線沿線の新宿、池袋、大宮、川越だけでなく、神奈川県の横浜、湘南や東京の臨海副都心などとも結ばれ、 さらには、成田エクスプレスにより、千葉県の成田空港にも、鉄道で直行が可能となり、海外からのアクセスも向上した。なお、渋谷駅周辺の大規模再開発に伴い、埼京線ホームは、山手線と並ぶ位置に移動し、他線との乗り換え時間も短縮されるが、2020年春のホーム移動後は新南改札を閉鎖する方向で、JR 東日本が、 渋谷区との調整を進めていることが2015年9月に報道された。これに対し渋谷区は現在の西口よりもさらに南になる国道を246号の南側に自由通路を作り、ここに JR の改札口を新設することで、新南改札とは山手線によって分断されている桜川丘町南部、うぐいすに町方面も含めた 周辺地域全体の利便性を確保するとしている。数も関東版住みたい街ランキングでは2016年に10位、2018年は11位、など上位にランクインし、賃貸マンションなどの建設も相次ぐ。2017年、平成29年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。パルコ劇場、2016年閉場、クラブクワトロ、シネクイント、2016年閉館、2018年移転、再開業予定、シネセゾン渋谷、スタジオパルコなど、ライブハウスや劇場、映画館が多く、映画祭や音楽祭も開催される。作家性にこだわった個性的な作品を上映する、映画館も多い。 篠山紀信写真展など多くの企画展を開催してきたパルコミュージアム2007年閉館新しい情報発信スペースのパルコファクトリーロゴスギャラリーなどでもアートから社会性の高いテーマまでを扱った様々な企画展示をしている東京 FM 渋谷スペインザカスタジオなどラジオ局のサテライトスタジオもある東急は東急文化会館跡地に 都内最大規模のミュージカル劇場を建設する予定である。1970年代からパルコオおオおいの進出や渋谷109の誕生などで若者のファッション文化の発信の地として原宿と並ぶ地位を確立していた。1990年代にはギャルブームやメディアに盛んに取り上げられたことでさらに情報発信源として注目されるようになった。百貨店の主たる 顧客層の20、30代の OL が大人のファッションをリードし、10代の女性は109やパルコ、路面店などで服を買い求め、ギャルファッションをリードした。ギャルファッションが男性に波及したギャル男ファッションや、鬼系と呼ばれるファッションも渋谷から広がり、全国区になった。ギャルファッションのイベントとして、渋谷コレクションが知られている。また、古着店も多い。 IT 関連のベンチャー企業が、駅南の桜ヶ丘町を中心に集っており、国土交通省の調査によると、ソフト系、IT 産業の事業所数は、千代田区、港区に次いで3位であり、駅別では、渋谷駅は、秋葉原駅に次いで2位であった。こうしたことなどにより、1999年初、渋、ビターと、国、バレエを1文字ずつ英語に訳したビターバレエと、 情報量の単位のビットからアメリカ合衆国のシリコンバレーになぞらえてビットバレーと呼ばれるようになった PC オンラインダイアリー。2001年には Google 日本法人も渋谷、東急セルリアンタワーに進出したが手狭になったことなどから2010年に六本木 A 店。2012年には Amazon.co.jp が本社を渋谷からメグロへ移した。 渋谷地区を基盤とする東急グループは再開発に合わせて IT 産業の最終積を起と2012年完成の渋谷光カには DNA、DNA が入居したほか Google 日本法人は渋谷ストリーム建設中への2019年移定を決めた2019年にはミクシーが渋谷スクランブルスクエア建設中へのオフィス集約を予定している東急は こうした IT 大手の誘致だけでなく、スタートアップ、ベンチャー企業を支援する東急アクセラレートプログラム、TAP を2015年に開始した。渋谷駅、西口周辺、渋谷駅東口周辺、渋谷センター街方面、井の頭通り方面、公園通り方面、ファイヤー通り方面、宮下公園、キャットストリート周辺、明治通り、原宿方面、 文化村通り方面、道玄坂方面、縁山町方面、桜川岡町方面、宮松坂、青山通り、国道246号方面、六本木通り方面、渋谷駅新南口、並木橋周辺、明治通り、恵比寿方面。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。